お母さん、今日この日に僕は大切なパートナーを得ました。小さい頃から一緒に学んできたトマスと仕事を始めたのです。僕とトマスは共に騎士として王宮に仕官し、毎日国のために魔物と戦っています。時に危ない目に遭うこともあるけれど、トマスがいるから大丈夫。背中を預け合える友達に出会えて僕は幸せだよね。二人でならどんな困難にでも立ち向かえる気がするよ。今回の討伐が終わったらトマスを連れて家に遊びに行くね。トマスもお母さんに会いたがっているからさ。知ってた？トマスはお母さんに憧れていたんだって。お前は素敵なお母さんがいていいよなって。